皆さんこんにちは。ランページモンキーの玉札と、やっほー、今日はなんと玉札が GoPro をつけております。元ブログを始めてゆうくんが映るの初ですね。やったことないよね。はい、それでは今日の進行役は玉札がやらせていただくということで、私うまく進行していきたいと思います。イエーイイエーイ。今日の目的地はなんと、たたたたたたた、兵庫県尼崎にある塚口の通過シーンです。やったー。はい、でか今日は塚新に行ってですね、まあ塚新というのは大型ショッピングモールみたいな感じ、大型なのかはわからないけれども、ちょっと大きいショッピングモールみたいな感じのところに行って、私今年の目標があるんですよ。今年の目標はパスタを茹でることなので、パスタを茹でるためのお鍋が欲しいんです。ただそれだけの買い物なのです。おっとけおっかさん、おっとけよおっかさん、おっとけよおっかさん。まあ冬場の醍醐味みたいなもんやんな、これって。そうですよね。カウルに手突っ込むっていう。いや、何しよう、今日は、去年も雪、そして強風注意報でね。まあ、もう注意報だよ、めっちゃ強風やから。行くよ。何回反対だったか。そう、こんな感じ。今日はまあ、バイク日和ではないですよね。それとさ、一つだけさ、はい、まだ言ってないことがあんねん。はい、ここどこかわからん。踏切が出てきた。あ、ということは、そういうことはない。ということはどういうことだ。どこだ、ここはどこなんだ、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 どこなんだ。絶対映像用やろ、お前めっちゃキョキョしてるよ。まあ、たまたまカメラのアホですからね、あの寄った人はコメント欄に酔いましたって書いてくださいね。 GoPro はヘルメットつけて扱う場合ちょっといろいろ気をつけないと吐きますので。あ、うえー、滑らかにね。ああ、我々は宇宙人。分かった、これ左。左、右、どっちかよ。左やって、左やもん。じゃあ左で行くね。え、でもお前いつも間違えるから、あえて右行こう。せんな。お前いつも間違えるやん。うん。うち左やと思うけどな。うちは絶対左やと思うけどな。まあまあ、今回はあえて右に行く。うん、だって大体お前後ろって言ったら前や、右って言ったら左やん。だからあえてこれは右に行ってみる。私は絶対左だと思うわ。でもあなたは違うんでしょ。そんな私の意見を無視して右に行こうとしているんでしょ、うん、これで右になかった場合どうするの。でもお前いつも左やんって言ってさ、わざわざ左やんなって左行っていつも会ってたことないから。まあそうよね。でも今回に至っては私は絶対左だと思うの。でもいつも同じようなこと言ってんで。いつも、うん、いつもびっくりするような自信で絶対左やって言うけど、まだ未だに1回も当たったことないから。その1回目が今日になろうという日に私の意見を無視して右に曲がろうとしているのよ、あなたは。はい、ということでですね、生田さんの絶対に左という言葉を無視して右に曲がってみました。はい、はいはい、果たしてあるのかどうか。まあこれが本日のたった一つの見どころではないでしょうか。いや残念、残念やけどな、ああすごい残念な話やけど、ああ、私塚新の常連なんで。ああ、そうやな。俺1回行ったかどうかっていうぐらいやから、まあ大体場所すら知らんじゃん、あんまり。私塚新よく、ああ、やばい。ああ、俺が思ったのお前が左ってたのに。やばいよ。あげー。前の方にあのアルファベット並びであの
つ、まだ見えるけど。いやでもあれ、ツタヤかもしれへん。あ、ツタヤか。ツタヤじゃん、ツタヤ。違うのよ、違うのよ、これは訳があってね。今からいい言い訳を考えよう。よかった。でもさ、逆にお前の言うことが指標になるよな。同じことと逆のことすれば正解って言う。あ、そっちね。Thank you。 ありがとう。わーい、どこに止めようかな。いや、止めるとこないね、これ。おお、本当だ。バイク置けばにバイクが置けない。そうだろ。そんなバナナバナナバナナナナ。いや、これ絶対嫌や。よしぽー、忍者かわいそう。これつい、わぶね、スレスレ、めっちゃかわいそう。忍者さん大丈夫？これスレスレやん。わー、ビューティフル。あー、みんなの自転車かわいそう。みんな自転車フルカウルじゃなくてよかったね。400円入れてください。この人と7年ぐらい一緒にいるけど一回もプリクラ撮ったことないね。パシャリンとパシャー。はい、ありがとうございました。うちら変わらんから全然。